バスフィッシング。あわー。ちょっと貯めてみましたね、今日は。今日はちょっと、長考動画をですね、ちょっと2つに分けてみました。ちょっとハードベイト主体でやってるんですけど、フロッグはちょっと別枠ということで、ご了承ください。で、水温計買いました。28度でした。かなり温度が上がってます。もうハイシーズン到来って感じですね。今日はちょっと急遽いつも行く曜日が雨ということで、急遽変更して昼から近所のリザーバーに来てます。で、どうしてもちょっとフロッグで着いたくですね、今ポン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 投げてる感じですね。で、ここはもう見ての通り木が沈んでて、下に根っこが生えてて、これもまだ続いてる感じなので、フロックで出るんじゃないかなっていうことで。お、でか。よっしゃ、でかっ。ね、このリザーバーでこのサイズ釣ったことなかったので、すごい興奮してます。でかで、なっ。そぜう。このシチュエーションでフロッグを投げたかというと、リザーバー、まあ場所によるんだと思うんですけど、カエルがあんマまいジないで。感じなんですよね、ここが。痛で、いたまたね。まうわ。今日は鳴いてませんでしたけど、あ、これ、悪ノッいクスビルさんっていう福岡のですね、アメリカのルアーを結構扱ってる、もう僕が大好きな、お店さんなんですけど、50いってないこれ。ノックスビルでのオリジナルカラーのフロッグです。あ、このロゴ使用は許可ちゃんと得てますんで。この後ちょっとね、まあいろいろありましたんで、ちょっと最後まで見ていただけるとありがたいんですけど、この後問題を出させてもらうので、ちょっと考えてもらえたらと思います。ここからはちょっと僕黙ってきます。マジか。絶対50はあったし、マジか。 こマジで、こマジか。 フィクションの、い、ということで、バス釣りって楽しいですね。はい。本日もご視聴ありがとうございました。